紹介ありがとうございます。国立研究所長の小林と申します。本日は、午前中、前半にご紹介がありました、米山さんからありました、YMC に、相当する局域版ですね、YOPT の活動の、紹介をさせていただきます。でこの、YOPT、ヨットと言いますけれども、10年計画なんですけれども、現在、準備期間が終わりまして、実際の集中観測、モデリングフェーズに、移っております。で、本日の、概要ですけれども、その YOPT の、親プロジェクトである TPP という、概要を説明した後に、ヨットの活動、それから日本の貢献、熱帯地域研究との関連ということで、まず日本と北極の関係ということで、熱帯もそうだと思うんですけれども、熱帯に研究するには、日本への影響どうなのか、そういったことを気にしながら、研究されていると思うんですけれども、極域も同じで、極域の熱帯が日本へどう影響するのか、あるいは、最近は北極海航路と、海洋の、予測が非常に重要になってきていますので、例えば地域の海洋の変動が、海洋北極海の海洋変動にどう影響が及ぶのか、双方向の、ものの見方が、あると思います。で、気象庁さんが、出されている季節予報、長期予報等では、これは2012年のものですけれども、冬でしょうかね、これはね、熱帯の、海流活動が、強いとか、あるいは偏西風の蛇行が強いのでとか、そのために、関東だ、あるいは南東だ、そういった話が出てきますけれども、たまにですね、少ない回答というふうに上に出ていますけれども、私、2012年のこの図しか回答のことは見たことないんですけれども、少なくとも最近は、極域の、北極の、海流の変動も、気にされてきているんだなという認識は、で右の図は PCMWF の、季節、長期予報の、モデルを使った、極域と熱帯域、それぞれ、再解析に、緩和させた予報設計の差なんですけども、Z と書いてですね、要は熱帯の、この場合は観測データと話していますけれども、熱帯の観測データが重要なのか、極域の、データが重要なのか、そこら辺で、その影響が現れているかという図なんですけども、中央は当然両方の影響が、及ぶと大変なわけですけども、海洋上は熱帯、太平洋海水ですね、で大陸上は、比較的、極域の影響が出るというようなことが、言われています。ただこれは実際に、じゃあ現状で、再解析データは一応均質な、データになっています。実際には北極の観測データというのは非常に少なくて、そういった、こういう、これはある日の、ECMWF で使われた観測点、ですけれども、北極海上はこういう観測が非常に少ないですから、こういった観測の、空白域が、予測の、不確実性をもたらす可能性があるというふうに考えられます。で、WMO のプロジェクトで、SOPEX、観測システム研究、予測可能性、実験というのが、10年間、2013年ぐらいまで走っていたと思うんですけども、そのレガシーとして、3つには発展的に分かれているんですけども、1つが、ポーラープレディクションプロジェクトということで、先ほど申しました、観測データの、少なさがもたらす、予測可能性研究というようなことを、現在、これを10年計画で2013年から始めているところです。でこのプロジェクト自体は非常に国際的でして、チェアはドイツの方ですけれども、ECMWF と現業の、機関とかがステアリングメンバーになっておりまして、日本からは、JMA からではないんですけれども、私が担当、させていただいております。で、ざっくりその何を目指しているかという本知恵がこの図なんですけれども、現在使用可能な観測システムを使って、できるだけ極域の観測を増やしましょう。そして、そのデータを使って、
数値予報をして、局域の予測がどの程度向上するか、あるいはさらに、注意度への影響を、予報の中でですけども、注意度へどのような影響が及ぶのかというようなことを調べています。でこれはバイポーラルプロジェクトで、北極が、たくさん人が住んでいますので、観測自体は北極はかなり多いんですけれども、南極も、あるいは、地上観測の、強化などを、行うことになっています。で準備フェーズが、今月の初旬まで、あったんですけれども、最初の4年ぐらいはそういうパイロットスタディとか、あるいは集中観測年に、観測を行うための予算、を用意するというような、プロポーザーと書いたりする、そういった機関です。で、先週からなんですけれども、このヨークのパワーフェーズが始まりました。でここでは集中観測がたくさん行われるとともに、現状の、モデルデータ、モデル資料等が、普通の通常の研究者も使えるような形で、提供されるとなっています。で、ここでもう一度ヨークが求められる背景というのをまとめてみました。で、海洋が北極海でどんどん減少しているということで、環境が非常に変化してきている。で特に、海氷の面積もそうなんですけども、厚さ、あるいは海氷の積雪などに、あと生態系にも影響が及ぶだろうというふうに言われています。あとは北極海航路、海氷が減少しますと船が航行できて物流が非常に活発になるということで、海上気象の予測というのが非常に重要になってくるだろうというふうに予測されています。そこで、北極域の、天気予報、数値予報の、特に氷層の風とか気温ですね、そういった予測が例えば海洋海洋結合モデルとか、あるいはハローモデルとかで、使われる外部強制力として、使われますので、こういった分野にも、重要である。それから、注意度の異常気象等を、考える上でも、北極は、一つ重要な地域であるというふうな、関心が高まっているところから、TPP の中では数時間から季節スケールにおける、大気、海洋、海流の予測精度向上が、必要というふうに見ています。で、目的は、今言ったことなんですけれども、まず数値予報のための、良質な初期値を作るための観測データを、たくさん、特に極域で処理しましょうということです。ただし、観測をするにはたくさんコストがかかりますので、氷体効果に優れた、適正な観測頻度、あるいは観測ネットワークを構築する必要がある。で、モデルの改良を、それらを使って行い、数値予報を必要とするような方々に、データ、あるいはサービス提供を行うというような、提供しています。で、これが5月15日に、WMO からプレスリリースされた、ヨークが開始しました。というようなデータが出ているようです。で、具体的にいつ終わるかとは書いていないんですけども、北極、そして南極で、観測が強化されますというようなデータが出されています。で、日本で、どういった活動をこれまで、してきたのか、そしてこれからどのようなことをするべきなのか、そういったことを少し10年プロジェクトなんですけれども、そのコアの機関となる4つの機関、日本では北極域研究推進プロジェクト、ARCS というプロジェクトが、走っておりまして、特にこの機関に、観測を強化する、予算が、使えるようになっています。私が、この気象観測に関する、PI を、務めさせていただいているんですけれども、米山さんからご紹介になった海洋地球線未来、これは熱帯域だけではなくて、よくにも、使えるようなんですけれども、今年、来年、再来年、毎年北極海に行くということです。で、そういった、データを使った、ジャムステックの、データ同化システムを使った観測システム実験等を使って、観測データのインパクトっていうのを、調べる、そういったことを、調べます。で、こちら
ちらが、ミライの、これまでの功績なんですけれども、まあ、熱帯をもたくさん観測してるんですけれども、北極も、最近では、毎年、行くようになっています。ですから、まあ、日本の、こういった、低緯度、中緯度、高緯度の、観測研究をするのはこういった船、ファシリティというのは非常に重要であることがわかります。特に、太平洋側、まあ、大西洋はほとんど行っていないですけれども、太平洋を網羅するような形で観測できているというのは、なかなか他の国にはいないことかなというふうに思います。で、海流がなくなると、まあ、船が航行しやすくて、まあ、物流、北極海航路がどんどん利用されるというような、誤解をされる方もたまにいらっしゃるんですけども、実は現場に行ってみますと、氷がなくなりますので、風が波を作って、どんどん波が高くなってきています。で、実際こういった低気圧に遭遇しますと、まあ、波が4メートル、5メートルぐらい上がってきて、気象観測以外の作業というのがかなり限定されています。海洋観測だと CTP とかを下に下ろすんですけども、その船の後ろの出来作業がかなり危険になっているということで、例えばこの事例では本当にレーダーとラジオゾンデしかできなくて、気象屋さんしか喜んでいなかったという状況です。あとはその霧とかが出てきますと、こういった風速計、未来には3つ積まれているんですけども、着氷しまして、非常に危険な状態になります。風によって、波の高さをある程度予測するわけですけども、これが全部止まってしまいますと、非常に危険な。で、これ研究船だからですけれども、まあ、再度機能のない小船だったり、まあ、タンカーだったり、まあ、そういったものであると、こういった気象現象というのはかなり、厳しいものになります。で、我々が、取得した、あるいは他の国が取得したデータ、通常は、まあ、理想は、全てその GPS にデータを流していただいて、まあ、他の、まあ、気象庁あるいは ECMWF とかが、普段使っている数値予報のための観測データとして、提供するようなことが、まあ、理想なんですけども、まあ、ジャムステックでもアンサンブル再解析を、作成することができまして、まあ、こちらは通常の再解析と、似たものなんですけども、特に、ターゲットとなる観測データだけを除いた、で再解析データというのも作成することができます。で、それぞれの再解析を処置として、GCN あるいは、海海海氷結合モデルを動かすことによって、このデータのインパクトを調べるということができます。で、例えばこれはドイツの際ですが、フラム海峡という大西洋側のところで高速気象をやっていたんですけれども、この北極海で非常に発達する低気圧の予測にどれだけここの観測が効いていたかというようなことを調べることが可能になります。で、ここで、まあ、ちょうどサイクロジェネシスしてたので、まあ、その種となるような、観測データが捉えられていただろうということで、この低気圧の中心気圧の時間発展とかを、見ていきますと、黒が実況で、中心気圧がどんどん発達していきますけれども、赤い線が観測ありのエコー、それから青い線が、なしのエコーということで、北極の観測データを追加することによって、こういった極端な現象を、より精度よく予報できる可能性があるということが、分かりました。で、これは当然その現場の、風速とか、あるいは、風に起因する海氷の動きですね、そういったものが、より高度に、予測できるということから、船舶の、往来にとって非常にナビゲーションのサポートとしては非常に有効であると感じているということが分かります。で、まあ、こういったことに足を締めて、我々が例えばですね、北極海で観測するよといったときに、他の国も、参加してくれることになります。で、未来では1日8回のラジオゾンデ観測、3時間ごとの、観測を行っていたんですけれども、ニオースでは1日1回のところを6回に増やしてもらったり、アラートというか、まあ、カナダのステーションですけれども、1日2回のところを4回に増やしてもらったり、まあ、そういったことを、まあ、組織的にすることができます。で、ちなみにこの未来の北極航海というのは、これまでは海洋の観測のための船として利
海域 の, あの海の研究、渓流系、というんですけども、1年間ぐらいその海の構造を調べるための装置を設置したり回収したり、そういったことに、かなりあのチップ代が取られていたんですけども、まあ、私たちが、初めて、気象のための定点観測というのを、企画したのが2013年から2014年は3週間でさらに増やしました。でこれはあの天候観測なので、海洋観測的には非常に、メリットが下がる場合があるんですけれども、気象観測としては沿岸域にずっといるよりかは、観測データのないより沖の方に、行ける、そこに2週間、3週間とどまっていられるというのが、さらにメリットです。でこの時は、CDD の観測も6時間ごとに行っていましたので、例えば大気海洋結合の、まあ、からのモデルですね、そういった時間発展を調べる上でも、変色構造が、まあ、例えば、気温が減少してきたら海洋構造が消えるとか、そういったプロセスも見えてきた、時の予測です。で、まあ、このケースですね、先ほどは低気圧の話でしたけども、高気圧でも風が、まあ、気圧系統が非常に強いところは、風が吹くわけです。例えばそのここ北極海溝ですけども、まあ、高気圧の等圧線非常に強いので、風が、風が強いと何が起こるかというと海溝が動きます。で高気圧だと、まあ、かなり一定方向に風が吹きますので、2、3日この風向が続きますと海溝域がどんどん変化していくということで、この高気圧の予測がこの4つの観測点、どれだけ貢献していたかというような実験を行いますと、まあ、観測データを入れたときと入れないときで、予報がどれだけずれてくるかというのが、これ表測ですけれども、ここの色の差、まあ、4、5メーターで風速が変わってくるわけですね。で我々が開発している、北極航路観測システムで、まあ、海洋の状況を、考えながら航路を選んでいくシステムがあるんですけれども、ここの海洋の分布に着目してほしいですけども、2日後にここを閉じます、こういった。でこれはここの、高気圧の変電の風が強くなったために、氷が閉じていくんですけども、結局このような、気圧配置でできる風がうまく再現できないと、実際の、海洋分布が、予測できないんです。また、まあ、観測たくさん行うことは可能なんですけれども、なかなかコスト的に大変だということで、まあ、たまたまこの時は未来が1日8回観測を行っていたので、4回にした場合、2回にした場合、1回にした場合、0回にした場合というようなことで、先ほどの高気圧の予測スキルを確実に取ってみると、まあ、2回よりも4回の効果もいくんだけれども、まあ、8回か4回比べると、まあ、それほど差がないというようなことも、でまあ、このように、日本が北極海の観測をするときに協力して、行ってくれる国が増えてきているということが一つです。さらに、我々が観測しなくても、他の国々が、観測をして、私たちが、そのインパクトを調べる、そういったことも可能になってきています。そして夏の観測データは取得が比較的容易なんですけれども、冬はやはり、環境が非常に厳しいで、なかなかそういったデータは取得できないんですけれども、例えばノルウェーの国が、冬の2月ですけれども、こういったところに閉じ込められたときに、まあ、こういった観測が出来上がっていて、例えば、まあ、北極の大気循環だけではなくて、やはり、中緯度の寒気の吹き出しとかにどのような影響があるのか、そういった研究も可能になってきました。また、これは昨年の12月ですけれども、我々が提案して、フィンランドと、ニューオールズという、まあ、ドイツのステーションがこれなんですけども、そこで観測を増やしたときに、ちょうど北極圏では、まあ、冬なんだけれども雨が降った、クリスマス寒波ではないですけども、札幌では大雪であった、まあ、そういった極端な現象が、この時起きたんですけども、その時の、こういった観測データがもしなかったらどうなったかというような研究も現在進んでいます。でこれは昨日の、発表であったと思うですけれども、先ほどのノルウェーの船のケースですね、観測データを、通常の頻度に照らした場合、日本域の、冬型の気圧配置がどう変化するかという、予報実験ですけれども、黒が、まあ、実験ですけれども、
ども、低気圧の経路ですけど、経路なんですけども、観測を入れると、比較的よく下降できていますけれども、観測を外してしまうと、この低気圧、これ各メンバー、63メンバーありますけれども、まあ、ほとんどのメンバーが、日本から、本州の、方向に行ってしまう。で、低気圧もそんなに発達しないということが見えています。また、これは夏の観測データなんですけれども、台風10号が停滞していたときに、まあ、進路予報が、どの程度、結局のデータが、起用しているかというのと、今調べているところで、実況でこのような台風の経路だったのが、北極の観測、これは GPS に載ってなかった夏のステーションですけれども、それを入れることによって、まあ、入れなかったら、まあ、日本を縦断してしまうんですけれども、ちゃんと入れてやると、実況にかなり近づくというようなことが分かりました。昨年は、私は北海道出身なんですけれども、北海道の人から、まあ、台風こんなに来て、ジャガイモも今ダメなんだけど、みたいな、そういうことがありますけれども、やはりその台風に弱い地域というのは、その台風の進路が、どのようになるかというのは非常に気にされているかなというふうに、実感しております。で、このように、日本が中心となって、北極の観測の、予報へのインパクトというのを、かなり積極的に調べています。で、最初はその北極のデータが北極の大気循環にどう、影響を及ぶのか、あるいは海洋の分布に、ね、どう及ぶのかというのを調べていたんですけれども、最近は、まあ、熱帯の、まあ、台風とか、あるいは北大西洋の、ハリケーンにはならなかったんですけれども、熱帯低気圧の進路に影響が及ぶ可能性が、高いということが、分かってきています。で、特にこの、北大西洋の方は、未来の北極の観測データというのがかなり大事になっていることも分かり始めています。で、夏のデータは比較的取得しやすいんですけれども、冬の事例についても、最近は増えているということです。でこのようにパイロットスタディ的に日本が、実施してきているんですけれども、いよいよ、減量の期間が本腰を入れ始めるのがよくです。で、ECMWF もプレスリリースをして、まあ、ECMWF がよくに参加しますよというような、文化が書かれています。で、我々がやってきたような、観測システム実験を、まあ、やりますとも宣言しているので、まあ、このヨットが終わった後には、我々が行ってきたような、研究がものすごい、たくさん、まあ、事例解析だけではなくて、統計的にもかなり、整った研究がなされていくのだろうというふうに想像します。で、ヨットが始まって、5月からは、まあ、ヨットの解析データが誰でも使えるように多くなっています。で、これは普通の、まあ、予報モデルの出力なんですけれども、時間、テンデンシーとかも入ったような、セットになっているので、まあ、特に予報期間中にフィールドキャンペーンを貼る場合にこういったデータが重宝するのかなというふうに思います。あとはこの2年後に予報、が終わった後ですね、ECMWF では、結合再解析プロダクトを、作ると、宣言しておりますので、その頃にはまあ、我々にとっては海氷の表現が、予測とかも含めて、重要なんですけども、そういったものも、予定されています。で、よく、2年間かなり長いので、さらにスペシャルオブザービングピリオド、集中観測期間を、設けていきます。で、これは特に、海氷の厚さとか面積とかを予測するためのデータをできるだけたくさん取得したいということで、まあ、春先、それから、海氷ミニマムになる夏のデータを取得したいということが挙げられています。あとはバイポーラーのプロジェクトですので、南極の、こういったプロジェクトも、集中観測期間も、予定されています。で、ワイルドシートの絡みですけれども、まあ予報期間中それぞれキャンペーンを張って、たくさん観測が あるわけですけれども、先ほどの米山さんの話ですと、4月から9月で、まあ、予報と YMC が重なる期間は2018年の7月から9月とか、あるいは、こちらはまだ今日初めてしたんですけども、まあ19年から20年の4月にかけて、この南極の方と、
まあ、そういった時に、再解析データというのはかなり、向上してくるかなと思います。まあ、極端にやってるわけにはいかないので、少し注意度と、年代との関係とかっていうのも少しずつ調べ始めているんですけども、まあ、特にその海洋の予測に重要な部分というのは、何なのかということを考えたときに、やはりその海洋が重要だろうと。で特に、まあ、日本がよく観測に行ける場所は太平洋側北極海ですので、こういったところの海洋現象には、アラスカ湾の、水温偏差が、しかも3ヶ月前ぐらいですね、の、水温偏差が重要だろうと。でそれを作る、大気循環、私これ詳しくないんですけども、これよく見ると、小坂さんの言っていた BJ 型にも似てなくはないんですけども、まあ、こういったあの熱帯の対流活動の強弱に伴う、ですね、アリスパターンが作る、水温偏差が、どんどん浮上していって海洋が少なく、まあ、そういったあの熱帯中緯度、高緯度、しかも海洋、海氷、大気の、相互作用というのが、一つ、今後やっていく必要があるのかなというふうに思っています。またあの安田さんのお話になったエルニーニョ、2015年か16年、そのシグナルが、だんだんとそのアラスカ湾に、来るわけですけれども、こういう極端な現象が、海洋の極端な現象が来ますと、別にその先ほどの PJ パターンとかがなくても、海氷が減少してしまうということが、昨年の12月に起きています。で、これは過去、最も、小さい海氷面積、12月の、海氷面積なんですけれども、これで何が起きるかといいますと、12月ですから、ほとんどもう結局してるんですけども、船が航行しています。でこれはあのロシアの油田がこちらの方に、ガス田があるんですけども、LNG 船がこう航行して、太平洋側に出てくるんですけども、最強機能が最も強いクラスだと、薄い海氷だと、割って進むことができます。で12月はあの先ほど見たとおり、照準は海氷が全くない状態で、氷が張っていない。でまあ、これは多分あの月平均、12月の、平均値だと思うんですけども、海洋が張っていたとしても非常に薄いんですね。で薄いとあの氷を割っていけますので、その12月の北極海航路の航行数を見ると、まあ航跡、まあ、少ないんですけども、過去に比べるとかなり多いということで、こういった海氷の予測というのはあの社会的にもかなりインパクトがあるということが。でまとめますと、玉が水晶から始まりました。で特別観測、予報実験が計画されています。でこれは日本だけではできる話ではなくて、国際連携が重要です。で高緯度から低緯度へ、低緯度から高緯度へということで、まあ、さまざまな視点で研究を進める契機があるのかなというふうに思っています。それから玉の再解析プロダクトが、できる予定ですので、まあ、特に多数の観測データが動かされているので、クオリティは上がるのではないか。それから日本の、まあ、未来を中心とするような、観測資源、それから地球シミュレーターを使った、研究、特に熱帯中緯度極域相互作用の、研究の模索というのが、必要かなと思います。以上です。はい、皆さんどうもありがとうございました。興味深い声をありがとうございました。気象研究所のことだと思います。昨年まで現況の電球予報をやっていまして、その時の感覚からのポイントですけれども、あの極域の観測を増やすことで熱帯低気圧の台風の進路が良くなるという内容に非常に驚きました。で、現況で見ているとちょっとした違いで台風の進路予測というのが簡単に変わってしまっていて、シグナルとノイズの比がすごく難しいものだと思っています。で今回の極域
で観測を増やすと台風は良くなるというお話は、どのぐらいこう何かこれを説明できるメカニズムがあって、こう極域の観測が増えたことで良くなったと解釈できるものなのか、それとも今の段階ではまだノイズとの区別がまだ難しいということかなということが評価。はい、ありがとうございます。このケースに関しては、この後もう本体で気圧化してしまうという事例なんですけれども、その上空のトラフがだんだん近づいてくる、ホームラーあたりから近づいてくるんですけれども、その予測がうまくいったために、そのトラフが強いと南風が強くなって、とかそういう話なので、その低気圧温帯低気圧化するタイミングで、うまくいったという事例です。でこれも熱帯低気圧、大西洋の熱帯低気圧も同じメカニズムで、もう北米から少し離れてイギリスの方に行く段階で急にスピードが上がるようなタイミングの時に、うまく渡るということで、かなり南にいる時はそれほどインパクトはないと思いますけれども、で現在その大西洋側ではドロップゾーンがグローバルブロックでたくさんメキシコアに残されています。でそれと北極のデータがありますので、どっちが、強さに効くのか、進路に効くのかというのを調べています。基本的には偏西風の流れの予測が良くなると。そうですね。はい。はい。他にいかがでしょうか。よかったら私から聞きたいな。途中出てきたドンデルの関数のですね、未来でしたでしょうか。なんかそれの効果で、なんか0よりも1の方が悪い。これです。あ、これですね。